脊柱管狭窄症には多裂筋を緩めてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントアイデアをですね、腰痛で悩んだ人のあなたにお届けできればと思います。はい、この間はですね、脊柱管狭窄症についてお話をしてますが、まあ、昨日はですね、まあ、何がどうあれ腰のですね、椎間関節へのストレスを減らすことによって、狭窄症の症状っていうのを改善できるケースがありますよっていうお話をしました。で、なんでこういう話をするのかっていうと、まあ、皆さんですね、椎間関節へのストレスがかかっていることは間違いないんですけども、それが原因は人によって違うんですよ。人によって原因が違うんですよね。それが足から来てる人もいれば、それが肩甲骨の硬さだったりとか胸の硬さから来てる人がいらっしゃいます。なので必ずしもこのストレッチをやったらあなたにそれが効くっていうわけではないです。で、そうじゃなくて検査をもとにそれが引っかかったら今日の、ストレッチだったりとかが有効になるんじゃないかなっていうふうに思うので、これをね、しっかり、見ていただきたいなっていうふうに思うんですけども、椎間関節へのストレスですねが、かかってる人はですね、腰椎が前腕拘縮っていう状態になってます。まあ、これどういうことかっていうと、分かりやすく言うと反り腰の状態ですね。反り腰の状態、ちょっと場所移動します。はい、腰椎がですね、前腕っていうのは腰の骨が前にこう引っ張られるような、こういう状態ですね。この骨模型使うと、ここの腰のカーブがですね、腰のカーブが強くなってしまっているような状態、前に行ってしまっている状態ですね。はい、なのでこの状態でこういう状態になっている人っていうのは、腰椎が前腕している可能性っていうのが高いんですけども、なんでね、この状態になってしまうと、多裂筋をですね、やらないといけないのかっていうとですね、狭窄症の人って歩いてたりとか症状が出たら座ると楽になるっていう人多いじゃないですか。多いと思うんですけど、座ってても症状が出てくる人もいらっしゃいます。はい、その時は一瞬収まるんですけど、またずっと座ってるとまた症状が出てくる人もいらっしゃるんですけど、そういうケースは多裂筋っていうのが硬くなってしまうことによって、椎間関節のストレスがかかってる人がいます。はい、なのであなたがそのパターンなのかどうかっていうのをちょっと一緒にね、調べていく検査っていうのをやっていこうと思うんですけども、まず普通に立っていただいてお辞儀してみてください。お辞儀、この時に手がつくとかつかないとかもどうでもいいので、まずお辞儀してみてください。はい、でこの時にですね、極突起といってこの腰の後ろのこのトゲトゲですね、トゲトゲがちゃんと触れる人はいいんですよ。ちゃんと触れる人はそこまで問題がないんですけども、たまにですね、お辞儀をしてくださいって言うとこうする人いるんですよね。はい、これどういうことかっていうと、股関節だけを曲げてお辞儀をするケースっていうのがあります。でも逆にそうじゃなくて、こう丸めながらやってみてくださいって言うと、あいたっていう方がいらっしゃるんですけども、これは腰椎が前腕してしまってる、つまりこういう状態で本来狭窄症って良くなるんで、間欠性跛行っていうのは良くなるんですけど、逆にこれでもまだ症状が出る人っていうのは腰椎がですね、前腕拘縮しちゃってるんですね。まあ、要は多裂筋が硬くなっちゃって縮こまってるので、この状態でしかお辞儀ができない。だからこういう普通のお辞儀をしようとすると、多裂筋がバッて伸ばされることによって緊張が入って痛みが出る人が多くいらっしゃいます。はい、なのでなんか一枚板ですねみたいな感じで、こうお辞儀をするケースの人は今からお伝えする、ストレッチの方法がいいかもしれないです。でもう一個確認するのが、座った状態でこっちはできるけどこっちができない、あるいはこうするとあいたってなっちゃう人、はい、これができない人も結構ですね、多裂筋っていうのは硬くなってしまって症状が出てる人が多くいらっしゃいますので、今からですね、お伝えするストレッチっていうのをやっていただければと思います。はい、でやり方なんですけど、あのですね、これ大前提で覚えておいてほしいのは、
多裂筋を自分で完全に柔らかくする、ほぐすことっていうのはもう難しいです、セルフだと。なのでもう一番おすすめは、まあ、お近くのですね、そういうところに行ってほぐしてもらうことが一番なんですけど、まあ、どうしてもできない方はですね、スプーンを使います。スプーンで、これプラスチックですけど本来はステンレスでやってください。はい、ちょっとここにないので急遽これで対応するんですけど、スプーンを使っていきます。はい、でやり方なんですけど、寝っ転がってやるんですが、ちょっと寝っ転がりながらだと説明がしづらいので先に説明をしていくんですけど、このスプーンのですね、この部分、なんかぼやけるな、はい、この部分ですねを使いながらやっていくんですが、多裂筋ってどこにあるのかっていうと、この棘突起ですね、棘突起と横突起って言って、この横の骨のちょうどこの辺にあるような感じです。はい、かなり深いところにあります。はい、なんで一番下の部分とかだとですね、結構入るんですよ。解剖とかで見たら分かるんですけど、これくらい深く入れないと入らないぐらいのところなので、結構ねこれ痛いと思います。はい、で当て方はですね、この骨ですね、この骨のすぐそばをですね、グッとおへそ方向にこうスプーンを入れた状態でストレッチをかけていくことっていうのをやっていこうかなというふうに思いますので、ちょっとやっていきましょう。はい、そしたら、やっていこうと思うんですが、まずさっきの棘突起ですね、棘突起のキワキワのところに当ててください。はい、スプーンのエッジを当てていただいて、その状態でまず寝ていただきます。寝ていただきます。で右をする場合はですね、まず右足からなんですけど、この状態で反対側ですね、左側に足をこういうふうに倒してあげてください。はい、で反対の手で膝をちょっとこう軽く押さえていただければと思うんですけども、そうするとこう腰が浮いてくると思うんですよね。腰が浮いてくると思います。そこでさっきのエッジのところをグッと当ててもらって、このままスプーンを上下ですね、上下にこすってください。はい、多分結構痛いと思います。僕たちでも痛いです。で拘縮しているのは一回も壊さないといけないので、ちょっと痛いんですけど頑張ってやってください。はい、だいたい30秒ぐらいですね、30秒ぐらい。はい、で終わったらちょっと下の部分だったりとか、まあ、どこをあなたがやってるかわからないですけど、ちょうど腰の部分をやってほしいです。はい、で終わったら次反対ですね、反対の左側の棘突起の部分ですね、はい、を当ててもらって、また同じように曲げた状態で、この状態でまた擦ってください。はい、痛いですよね。はい、このようにやっていきます。まんべんなく腰のキワキワのところをやっていただきます。はい、終わったでしょうか。はい、それで終わってさっきのチェックですね、チェックをしてみて、前屈した時にですね、さっきこう 丸まった状態での前屈が痛かったけど痛みが減るってことであれば、多裂筋が原因になって症状が出てたりとかします。あともう一個確認するのは、腰をこう後ろにこうした時にこれができなかった人ができているのであれば、多裂筋というのは拘縮している可能性というのがありますので、ぜひですね、今のケアというのをやっていただきたいと思います。理想は受けてもらうのが一番いいんですけども、まあ、難しい方はですね、ぜひステンレスのスプーンですね、ステンレスのスプーンでやってください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、よかったらコメントとかいいねしてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。